今季不調と思われていたロドリゴの恐ろしすぎる逆襲がこちら。今季のロドリゴの成績、開幕から15試合矢印2ゴール1アシスト、直近8試合矢印8ゴール5アシスト、シーズン2桁得点達成。こいつ、センターフォワードに適応している。結局、ロドリゴは左ってことなんだよな。ノーノーロドリゴとか散々言われてたけど結果これよ。すげえな、ロドリゴの何がすごいって、本職左なのにビニールからって何年も右ダブル G やって結果残してるってこと。左任せたら余裕でビニ超えそうやけどな。ロドリゴはほんまノリノリやな。結構好きな選手やからこのまま頑張ってほしい。ロドリゴ調子取り戻したのってあの時のメッシのおかげってこともあるかな。ロドリゴ完全復活や。ロドリゴ復活した途端クボシンからの煽りなくなったなう。ノーノー言われながら気づけば見てた得点してるロドリゴにさ。